皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、ガレージバンドでシティポップを作るというこのプロジェクト。いよいよ最後のサビ。といってもサビ2なんですけどね。はい。最後のサビを作ることとなりました。はい。では、早速既存の楽器をコピーしていきましょう。その前に、サビって一体どこにあるんだっけ？はい。ボーカルラインを追いながら、あ、この辺か、この辺か。はい、65から、はい、65から80までですね。はい。はい。はい。じゃあ、ボーカルからいきますか。まずはボーカルから。はい。はい、最後のこれはちょっとやめときます。なぜかというと今回サビが2倍になるからです。はい、これで113に飛んで、でトゥートゥートゥーですよね。でで、トゥー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 、うん、そうです。で、で最後にあれが入ります。最後にブラスが入る手前のフレーズが入ります。ブラスが入る手前のフレーズっていうと、はい、テテルルですね。はい、はい、これをコピーして、で持っていきますが、が、が、しかし、はい、が、しかし、てれる、今回はこの辺ぐらいの長さで止めときます。はい、はい、そうですね。はい、こんな感じです。はい、じゃあドラムからいきますか。ドラムから、65でしたよね。はい、ドラム、先にドラムサウンドドラムを選んで65から80。はい、65から80。はい、はい、これを113からコピペ、さらにコピペ。はい、そうですね。次ベースです。ベースです。ベース、ここにいます。ベース、ちょっとの、あー、そうか、しまったな、またやっちまったか、この癖治んねえな。伸ばして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 、はいはい、ベースも伸ばして伸ばして伸ばして、はいはい、はい、でベースを選んで65、はい、ここからコピーしていきます。はい、ここまでです。ここまでをコピーして113になって、で、はい、ポンポン、はい、できました。入ってます。はい、あ、またやっちゃった、やばいな。はい、次はギターですね。
ギター、はい、ギターを選んで、65に飛んで、で、おっとっとっと、もうちょっと広く撮った方がいいな。この辺から広く広く。はい、これをコピーして、113で、はい、ペースト。で、その後、ここに129に合わせてペースト。はい、これで大丈夫です。はい、はい、次ピアノですね。はい、ピアノ、はい、65に飛んでコピーします。で、113に飛んで、ペースト、ペースト。はい。これで、ボーカルができました。次、ストリングス。はい。ストリングスも65からですね。あれ？ストリングス。65からですね。はい。これも、はい。はい。はい。これを113からペースト、ペースト。はい。できました。はい。次。フルートです。フルートも65からじゃないよな、多分な。そう、72からになってるんですよね。そうなんですよね。で、これが、72からになってるんですよ。そうなんですよ。だから、これは細心の注意が必要です。はい。はい、こんな感じで、8小節分だけをコピーして、112の、ここから、じゃない。112、113、113たす16は129だ。129の手前の、ここから、1回入れて、で、またここから1回入れる。そして、最後に、80にあったのを40、144に入れる。80にあるこれ。はい。これを、144の、ここに、入れる。はい。で、この長さは、やはりこれも半分にする。はい。半分になってない。半分に、はい、はい。今半分になりました。はい。にするです。はい。で、ブラスセクションは、また今回も書くことになります。はい。自分たちで作ることになります。自分で作ることになります。はい、そうですね。はい、頑張ります。頑張ります。はい、はい。ということで、既存のコピーは終わったので、はい、これにて今回の配信は終了となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。